上 X 下 B L Y R A みたいな、上 X 下 B、 ダメじゃん。おっと囲まれた。あれ、あちょっと、あれあれ、これ、え、脱出できない、やばい。え、ちょっと待って、悪い、俺死んだ。ちょっと待って、嘘でしょ。あ、おー、ギリギリ耐えた。ちょっと待って、ちょっと待って。しかし、奴は兄弟であったでしょ。しかし本当にそのままじゃ。お、びっくりした。びっくりした。ちょっとやめて、回しね。危ない。もうちょっと下行ってたらやばかったよ。危ねえ危ねえ、マガタマじゃなくて、タマになるとこだった。日本全国のゼルダファンの皆さん、こんにちは。ゴローニャです。ポケモンのあのスカーレット・バイオレットもさ、ダウンロードコンテンツ出て少し経ちましたよね。最近あのダウンロードコンテンツがあるゲーム多いと思いませんか？まあね、あの一回クリアしたっていうゲームをさらに楽しめるっていうのはとても嬉しいことですよね。俺もあの人生にダウンロードコンテンツつけたい。あのドライムーンの伝説、バカの秘宝とかね、やってみてーっつって。ってことで前回のあらすじ。今ここに出てるユンボーがマスクマンだったので、マグネットパワーでクロスボンバーしたらブレイキングダウンしてプレジデントユンがパーティーにジョインしたっていう感じですね。一体何を言ってるのか全然わかんないと思います。まあ、もう少しわかりやすく言うと、山に登ってきたってことです。ということでちょっと揺れましたね。火山かな？あ、ゼルダ氏、こんにちはでござると言いたいところですが、ゼルダはいつからあの背中で語るタイプの女性になったんでしょうね。あれかな、あの背中に鬼の模様でも見せたいタイプなのかな。てか噴煙すごそう。やっぱ火山の噴火ってすごいな。黒煙が昇るっていう感じだよね。これ何、山がなんか出てくる。おー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 おおおお、あれこれ美味しいわさじゃない。ちょっとイケメンになりましたね。山と戦うなんて新鮮。まあ、めったにないっていうか、多分俺人生の中で山と戦うの初めてかもしれない。デスマウンテン河口より現れし、イルバジア。ちゃんと名前あんの、草。いや、山だけど。これ名前さ、誰が考えてんだろうね。やっぱあの、ゼルダが出してるから、ゼルダが考えてんのかな。ちゃんとさ、あの、魔物出すとき、この人は美味しいわの化身だから、イルバジアね、とか考えてんのかな。意味わかんなくない？もういいよ、山ボーイとかでいいよ、わかりやすいから。とりあえず、あ、でも突撃届かないから、どうにかしないといけないよね、確かに。なんかないのかな。お、飛行機あるじゃん。これを、ちょっとウルトラソウルで、水平のところに持っていきましょうか。持っていける？ウルトラソウルつって。はい、いいんじゃない？で、とりあえず置きます。叩いたら動くんじゃないの？はぁ、あ。お、風来た、風来た。あ、いいじゃん、いいじゃん、いけるいける。では、操縦桿握っていきましょう。あれ動かねえな。これなんでだ？コマンドとか必要？なんか、上、X、下、B、L、Y、R、A みたいな。上、X、下、B、ダメじゃん。え、これどうすんの？とりあえずちょっともうちょっと場所変えてやってみるか。いけるそう？いけるか？お、いた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 。え、あ、これ前に押せばよかったんだ。あ、なるほどね。あ、しかも、乗ってくるじゃん。突撃ってできるから。あ、なるほど。じゃあ突撃が届く距離まで行って、当てりゃいいんだ。オッケーオッケー。とりあえず近寄って突撃でしょう。いけるか？いけ！うん！いいじゃない。しかも3分の1減ってるね。オッケー、もう一発。あ、オッケーオッケー。一撃で倒せるって言ってね。前回のユンボーと同じシステムだ。当たるか？オッケー。山な、楽勝でしたね。大したあれではなかった。これ、え、じゃあもう終わり？ハートもらえる？なんかあの賢者の力もらって握手する感じになる？まあ、そんなわけないですよね。ああ、でもすげえ山破壊しちゃったけど大丈夫そう？穴できちゃってるじゃん。やば。なんとか倒せた頃、あの化け物は何だった頃？確かに。ゼルダ様、この辺で消えたと思ったけど、つって。まさかこの穴に落ちちゃったとか？それちょっとやばいですね。ゼルダ様追っかけないと。おお、飛んでった。今、助けに行く頃。とりあえず、追っていくか。OK。落ちまーす。へー。ということで、とりあえず、ユンボーと合流です。デスマンテンの地下、こんな風になってるなんて、よく見たら、美味しい輪がいっぱいある頃。
こんな美味しい岩がたくさんある場所にゼルダ様がいる。これこいつまだ美味しい岩に未練持ってやがる。あれだね、あの一回中毒になっちゃうと抜けにくくなっちゃうみたいなね、怖い話ですね。絶対にやってはいけませんよ。ということで、のぶとい声、こんにちは、我が元へ来いと。またご先祖様的なやつだろうな、きっと。しかしさ、今回のゼルダってさ、なんか空がテーマという割には意外とこう地下のステージもあるよね。なんかあれなのかな、いろいろ1050年地下行きみたいな、そういう話もあんのかな。ゼルダさんとつながりが、早く行ってみるごろ。うん、行ってみましょう。ということで、炎の神殿着きました。うーん、なるほど、炎の神殿ね。はいはい。で、また美味しい岩がある。声が聞こえたのはこの建物頃。なんか同じパターンなんだね。神殿があって、あのさっきの先祖がいて、受け継ぐ的にはきっと話になるんかな。またで、ゼルダがいました。あ、また背中で語ってる。あいつ待ってほしいから聞きたいことが。つうかさ、もうユンボーすげえゼルダ好きじゃない、大好きじゃん。もう推しだよね。まあね、やっぱ推しって大事だよね。あの推しにかかる費用っていうのは自分を輝かせるから電気代みたいな説もあるぐらいだからね。ぜひ皆さんもドラえもんを推していってくれたらと思います。清き一票ということで、とりあえず中入っていきましょう。なんかあれだね、風の神殿と違ってちょっとこう荘厳というか、なんかちょっと怖い雰囲気あるよね。ん、正面の方に何かある頃ねっつって。あ、ボス部屋っぽい。こいつはなんか転がるしか移動手段ないんか。うーん、嘘でしょ、よく見えたね。ゼルダ世界目がいいやつ多すぎだって。あ、ゼルダ様がどうなっちゃう。おっと、天井に張り付きましたぞ。え、これ大丈夫、ペラッペラになんない。なんかあのペーパーマリオみたいな感じでさ、こう紙一枚になっちゃうみたいな。たたたたた、大変ごろ、ゼル様が閉じ込められちゃったごろ。あ、あわわ、まあ、まあ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 、あわわわ、まだ慌てる時間じゃ、あわわわ、あわわわじゃないみたいな。で、どうしたらいい。確かにこの部屋どうやって入ってるの。まともに行ったら燃えちゃうよね。あ、はいはいはい、とりあえず起動ですね。どうなる、どうなる。お、開くか、開かない。前回と同じパターンそのまんまでしたね。閉まるんだね、ちゃんとね。ちゃんとあの開かないと戻るシステムっていうのは結構貴重ですよね。リンク見た、この門今ちょっと動いたごろ。あ、はい、またあの音、いや怖いごろ。はい、子孫淳、こんにちは。前回も同じこと言った気がする。子孫淳、5つの城ね、5つの城あのこの間さ、全然関係ない話するけどさ、右肩の城っていうボカロの曲を間違えて右肩の城って聞いちゃってさちょっと面白かったっていう話。我が導きに従いましょう。はい、城のね、錠前をなんとか外していきましょうと。子孫って何のことごろっつって、おめえのご先祖様じゃよ。もう負け方教えてくれってことは悪い人じゃなさそう。5つの錠を開ければ部屋に入れる。うん、理解が早くて助かる。しかしあのゼルダって汎用的な力が多すぎるよね。特にトーレルーフとかさ、真上に移動できるんだけど、よくこう忘れがちなんだよね。基本なんか横移動が多いからさ、あのチャオチュールの風起こしでパラセールしがちだから。ということで、女王をどんどん解除していきましょう。あ、燃えてっちゃった。落ちる。あー、間に入っちゃった。届くか。あー、ダメでしたね。これ、線路いける。おい、なんで攻撃してんの。あ、これ、ダメですね。さよなら。あー、おいおいおい、お、滑り落ちた。オーバーキルじゃん。凍っちゃった。あー、スタミナ足らない。あー、ダメか。あー、ダメですね。これ、いつもと同じパターン。はい。燃えると。自由じゃないのよ。これ教える。おお、何、俺なんでパズルしなかった、なんでしなかった。
取り付けてって、ああ、え、燃えた？あれ？とりあえずこいつをつなげて、あ、ということでカットをしましたが、ついに全ての女王を解除しました。ここに来るまでに一体何人のリンクが犠牲になったのでしょう。ということでボス戦かな、行ってみよう。なんか滑らかな壁だから滑るんじゃないか、いけるか。あ、やっぱり美味しいわ。破壊しました。ゼルダどこ、ペラペラなって出てくる？ん？目玉。ゼルダが目玉になっちまった。怖い。なになになに？あ、剥がれ落ちていくパターンね。で？ゼルダが目玉になっちゃったの？あれ？これ美味しいわなしじゃん。もう弱点属性突撃で確定じゃん、これ。ユンボーに突撃してもらって足を壊すしかなくない？大変ゴロ。ゼルダ様は魔物の中に、魔物の中に取り込まれちゃったって、ちょっと卑猥だね。炎の神殿に救うボルトゴーマ。あ、なんかブリザゲーラ、フリザゲーラだ、フリザゲーラっぽいね。ボスだなこれは。じゃあまあとりあえずあれでしょうね、足を突撃で破壊してみましょうか。よし、いけ。あ、外れた。あ、やべ、なんか攻撃きそう。やばそう、やばそう。避けろ。おーっと。あ、危ない危ない。残り4分の1じゃん。ちょっとご飯食べて、ご飯食べて回復します。いける。なんだ。よし、ぶつけて。よし、お、チャンスだって。行こう行こう行こう。行け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 。殴れ。え？あ？え？は？え？なんで？ちょっとさっきね、正気を当てられてて、星じゃない、ハートが3つしかなかったから、ちょっと回復をしてきました。ついでにハートの数も増やしてます。6ありゃいけるでしょ。とりあえずこれ登ってみたらいけんじゃね？殴れそう。あ、いいじゃん。いける。あ、いける。殴れ。あー。なるほど。ただ登るだけじゃあんまり意味がないのか。やっぱ足を殴らないとダメだね。お、いいじゃん。いける。ボコボコにするゴールだって。結構物騒な音よね。俺ね、この時のために武器をちょっと用意したんです。見てください、この黒モリブリンハンマー。ほら、結構強いじゃん。いいよ。ガンガン叩いてもらって。いけ、殴れ。鬱憤を晴らせ。さっきまで落ちてきた数多くのリンクの、あー！でも半分以上いったんじゃない？どうなる？あ、なんだ。第二形態か？なんかコントラに出てきそうだなと思います。おー、上か！じゃああれだね、ユンボをまた滑らせて当てるしかない。でもこれちょっと適当にやるしかなくない？おっと、囲まれた。あれ、あ、ちょっとあれこれ、え、脱出できない、やばい。え、ちょっと待って、悪い、俺死んだ。ちょっと待って、嘘でしょ。あ、おー、ギリギリ耐えたちょっと待って回復させてもらって。危ねえ、死んだかと思った。なるほど、爆弾にはぶつかんないようにしないとダメだ。とりあえず爆弾を避けつつ、おお、また滑らして、ここはでも爆発させる。 OKOK 爆発して逃げれば OK だから、ユンボをもうちょっと滑らせてどうにかして上に当てればいけるんじゃないか。当たるか。お、あ、いた、よし、ボコボコにするゴロ。いけ、殴れ。ほら、家族のリンクの恨みを晴らせ。殴れ。いけ。もうちょっと。いけるか。あー、ダメだ。もう一回。よし、いけるぞ。もういけるでしょ。殴れ。あ、ちょっと、軽めして。もうちょっと前。いける。オッケー。やったぜ。やりました。拍手しとこね。拍手、やりました。ボルドゴーマやっつけました。で、どうなる。はい、またあの謎のエナジーが出て爆発するやつね。おやすみ、ボルドゴーマ。
ゆっくり眠れよ。きっと魔物たちも何か理由があって魔物になったんだ。わかんねえけど、いや多分違うと思うけど、もしかしたら全然違う経緯で違う魔物になったのかもしれないけど、まあとりあえず倒しましたんで、見事ハートの器をゲットと。で、マガタマね、はいはい、前回のブリザゲイラと一緒ですね。フリザゲイラだ、間違った。だからフリザゲイラとブリザゲイラってこうちょっと間違いがちじゃない？ FF に引っ張られてるね。うん、ということでハートの器ゲットして、ハートが 1,2,3,4,5,6,7、 まあ7個ありゃね、なんとでもなりますよね。で、この後どうなる？マガタマから、お、どうもこんにちは、通りすがりのイケメンです。つぶらな瞳、結局ユンボウもつぶらな瞳だったね。触って、お、眩しい。どの世界行っちゃう？子孫よ、うんうん、我が血を継ぐ者ユンよ。これはあのチュールと同じパターンですね。その声はっつって、僕らに話しかけてきてた人だろ。うんうん、そうね、そうだと思う。おーおー、こいつもごついな。ゴロン族の祖先って感じ。魚みたいなマスクしてるね。うんうん、炎の司る賢者。豪快な戦いぶりに、うん、さすがは我が子孫、我が子孫の誇りぞ。あれは民を堕落せしむ岩石の元凶である。民を堕落せしむあれですね、あの美味しいわのことですね。目的は先ほど触れたいし、奇跡がお主の手に渡るのを防ぐことだった。これさ、前回と言ってること一緒じゃない？お主は初めて聞くだろう。ハイラの歴史を話すの？もしかして。封印戦争と呼ばれる。おい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 、これもしかして前回と同じじゃないか？え？え？これ何？え？もう一回同じこと言うの？それは、そうだね、ハイラルが、ハイラ王国ができて、すぐで魔王が攻めてきて、で、ラウルタンと6人の賢者がいて、あれだね、こう戦ったんだけど、持つ者の力を倍化させる秘跡を持って戦ったんだよね。はいはいはい。そう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 。立ち上がって、うん、そうだよ。でこの秘跡が持つ者の力を倍化させる秘宝だと。ほら、あれこれまんま一緒じゃない？でもその力を持って魔王に挑んでも強大だったんでしょ。はいはいはい、秘跡を携えて戦いに臨んだ。しかし奴は強大だったでしょ。しかし本当にそのままじゃ、比類なき合力。はいはい、結局封印せざるを得なかったわけでしょ。おい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 、これ天丼じゃねえか、マジで。回想シーン天丼すんの初めてなんだけど。マジで。そうだよね、獄門教に封じたって俺言ったもんね前回。うん、でその後ゼルダが来て、また魔王が復活した時に剣士リンクに力を貸してほしいっていう定めがあれだね、決まった瞬間だったみたいなこと言ってたよねきっと。6人の賢者が1人、賢者が我が元を訪れ、ゴロン族の決定づけた。おいおい、マジでそのまんまじゃねえか。封印はいずれ解け。そうだよね、魔王は復活してしまいますと。で剣士リンクにはその時必要な力があるでしょ。炎を司るゴロン族の力、どうか剣士リンクに貸してください。あだね、結構あのゼルダってこう実は裏回ししてたってことだよね。つまり多分ね、俺の予想だよ、俺の予想だからね、これ決してネタバレじゃないから俺の予想を先に言っとくけど、
多分時の賢者は本当にゼルダで、あの最初に消えた時に過去に行ったんだと思うので、この裏回しをして現代に戻った時に子孫が力を受け継いで戦えるようにしてくれたんじゃないかという私の予想です。本当に俺ティアキン知らないからね。でも俺の予想はそうだと思う。てか多分合ってると思う、この予想。ゴロンシラの活躍でゴロンシティは救われた。ゴロンシティ、まあとりあえずゴロンシティは助かったから良かったとしましょう。うんうん、まだ復活しきってないってことでしょ。どうかこの秘跡を継承 し、我が時の賢者と交わした約束忘れないよってことね。リンクと共に戦う誓いを果たして。はいはいはい。お、あれこれグーパンしてきた。やべ、俺もグーパンしよう。はい、グーパン。やっぱ男っつったらグーパンだよな。リンクと共に戦うのが僕の定め頃。戦ってくれんだ。じゃあシュールと一緒かな。え、やっぱやだとか言わないでほしいな。本当に。でもやっぱちょっとゼルダを巡るライバルだしな。もしかしたらちょっとユーンは協力してくれないかもしれない。僕はゼルダ様が好きなんだゴロっつって、リンクとか協力してる場合じゃないゴロって言われる可能性あるけど、あ、割となんか、あ、結構いいやつだった。賢者みんないいやつじゃん。助かる。お、お、何何、はい、文字刻まれましたね。あ、なんか炎っぽい感じに見えるね。お、お、びっくりした。びっくりした。ちょっとやめて。回しね。危ない。もうちょっと下行ってたらやばかったよ。危ねえ危ねえ。マガタマじゃなくて、タマになるとこだった。やばいやばい。これちょっとピー音が入っちゃいますね。危ない危ない。OK。これであれだね。突撃もできるようになったと。いいじゃない。でもこのこのゴロン、あ、こう、このユンボーさん美味しいは決めてるよね。目光ってるし。で、手を出すゴロ。はい、わかりました。ういーうー、男はこのグーパンの子あれだね。こう、なんていうのかっこいいよね。このグーとグー合わせてさ、グータッチじゃないけど、いい、 これはいい。握手よりこっちの方が俺はいい。かっこいい。いいね。お、すごいすごい。おっしゃってんじゃん。かっこいい。いい。こういう演出めっちゃ好き。あ、いいよ。入ってくる、入ってくる。あ、俺の体に、ユンボーの力が入ってくる。つって。かっこいいじゃない。いいね。こう、ちょっと、あえてリンクも、こう、顔を見せないあたりが、こう、ちょっとかっこよさを見せてるね。入ってくるよ。炎の力が。ええやん。これでも5本指全部に入るのかな。ってことは合計で5つの力？あ、でも手の甲にもあるから6つ。うんうん。オッケー。意外と熱い男だったんだな。オッケー、俺も強くなるぜ。